回は嘘か本当かわからないマインクラフト上の噂を実際にやって検証していく。とその前に今から5秒以内にチャンネル登録と高評価をしてくれたらダイヤの剣が巨大化します。すまーい、みんなチャンネル登録と高評価ありがとう。今日の動画もめちゃくちゃ面白いからぜひ最後まで見てってね。はい、どうもすばらしい先生です。ということで今回は嘘か本当かわからないマインクラフトで噂されていることを実際にできるか検証していく。じゃあ最初にやっていくのはこれ。さあまずはブロックを置いてレールからの TNT トロッコ、そしてレールからの、アクティベーターレールからのパワードレール、ネットストーントーチで起動させて、これどうすんだ、これぶつけて、待って、めっちゃ吹っ飛んだじゃん。それじゃあこれが実際にできるかどうか検証していく。まずブロック置いて、はい、レール、TNT 付きトロッコ、で、伸ばして伸ばして、アクティベーター、パワードレール、で、レッドストーン装置置いて、これでさ、さっき TNT 同士をぶつけたら、なんかめっちゃ吹っ飛んでたからちょっとやってみよう。いくよ。あ、つまない。どう？あれなんか、さっきみたいにさ、勢いよくぶっ飛ばないね、これ。あ、待って、これさ、分かったかもしれない。さ、TLT トロッコってさ、確かさ、これ、下向きにこれ、クリックすると、あー、やっぱそうだ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 。これね、TLT トロッコは、一箇所にめちゃくちゃね、圧縮できるんだよね。これで大量に TLT を置けば、さっきみたいになるはず。まあ、こんなもんでいいかな。それではね、はい、レール、レール、アクティベーター、アワードレール、レッドストーン。はい、これでね、多分ね、これとこれ接触した時に、とんでもない爆発が起こると思う。はい、じゃあ行くよ。あ、つまない。うわうわうわー、待って待って待って、待って、ワイ座標840まで来てんだけど、ちょっと待って、めっちゃ高いとこまで来た。これどこまで行くのこれ。やっとした。あー、いや、すごくないこれ。あ、しかも遺跡来たし、いや、これめっちゃ楽しいね。はい、ということでこの噂は本当でした。はい、それじゃあね、次に検証していく噂は、これ。さあ、これは、煙突要塞だよね。階段破壊して、あ、なんか、地面掘って、これは、待って、エントポータル消えちゃったんだけど、急にキノコが育ってさ、エントポータル、うわー、それじゃあ検証していく。それではね、まずはエンド要塞に行く。はい、見つけた見つけた見つけた。で、確かさっきはこの階段をね、まず全部破壊してから、ここを破壊してる。で、ね、キノコは草ブロックの上に置けるから、で、ここで成長すると、エンドポータルがね、消えちゃうんだよね。ただね、エンドポータルって TNT とかを使っても、はい、壊れないんだよね。けど、キノコを骨粉で育てると消えるらしいから、ちょっと、やってみよう。じゃあ行くよ。あ、すまない。どう？うわー、マジだ。すげえ、エントポータル破壊できちゃったんだけど。あ、ちょっと待って、これさ、もしかしたらクリエイティブだから破壊できたみたいなのあるかもしれないから、一旦サバイバルにしよう。さあ、いけるか。はい、あー、あ、べっつり。サバイバルだろうがなんだろうが関係ないわこれ。はい、ってことは、つまない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 、いけるか。はい、いった。うわー、はー、すげえ、エントポータルフレーム3個しか残ってないよ。どう、いける、いった。うわー、待って、ここだけ残ってる。でもそれ以外のエントポータルフレーム全部消えてるじゃん。いや、これはね、マイクラクリアできないよ。ということで検証結果、この噂は本当だった。はい、それじゃあね、次の噂は、これ。さあ、これは、まず、大釜を置いて、ブロックを積み上げて、マグマブロックの下に鍾乳石を置いて、あー、なるほど、なるほど。マグマブロックから、マグマを吸い取ろうっていうやつね。まあ、マグマブロックだから当然、待って、なんでマグマブロックなのにさ、水溜まってんの。それでは、この噂が本当かどうか、検証していく。まあ、多分だけど、はい、こうやってさ、上にさ、ブロック積み上げて、はい、マグマブロック、で、鍾乳石、で、これさ、トリックで、普通にこうやって水バケツ取ってきて、これ入れたんじゃないのかなって僕思ってるんだけど、実際どうなのか試していこう。それではね、ゲームルール、ランダムティックスピードを、はい、1番にして、はい、どう？溜まる。あ、てかさ、ランダムティックスピード上げてもさ、溜まるスピード変わんねえ。ちょっとこれ、数増やそう、数。スプライ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 25個あればどれか溜まるでしょう。はい、準備完了。さあ、あとはね、どれか溜まってくれれば分かるんだけど、ただね、青い水滴が落ちてきてるのはちょっとね、これびっくり。さあ、どうなる。はい、ということで、結構時間待ったんだけど、全く水が溜まらない。だからね、見た目的にはね、水滴落ちてんだけど、全然水が溜まらない。ということで、検証結果、この噂は嘘。それでは次に検証していく噂は、これ。はい、それではね、ソウルサンドに水に砂と砂利、後ろからピストンを置いて、レッドストーン、待って待って待って、なんか、砂と砂利ぴょんぴょんしてんだけど、それでは
ゃあこの噂が本当かどうか検証していく。まあ、多分ねぶっちゃけこれできると思う。さまず石囲って地面を、はい、ソウルサンドで埋めていくと、で水流し移動、そうするとはい泡が出てきてこれプカプカ浮くようになるから、多分これを利用するんだよね。でここに砂砂砂砂砂砂、あとははいレッドストーンリピーターとか置くように後ろにはいブロック置いていく。ピストン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 、後ろからリピーター5つ置いて、レッドストーンもはい4つじゃなくて5つ、でレバーはいこれで完成、これで動くはず。さあいけるか、いくよ。あーすまない、どう、わー来たー、動いてる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 、いいねー、ちゃんとプカプカ浮いてる。これさ乗ることはあできないと、できはしない。あてかさこれ普通にピストンじゃなくてさ、はい普通に置いてもできるよね。はい。はい。むしろこっちの方がさ、なんかまばらになってて、こっちの方が見栄えいいね。はい、ということで、検証結果、この噂は本当でした。それでは次に検証していく噂は、これ。あ、続いてはこれなんだ？ボートに乗って到着。あ、なんか、え、これ家？あ、なんかボタン押しての、これどうなんだ？あ、ぺったんこして、はい。うわー、待って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 、え、なにこれなにこれ、めっちゃちっちゃい家あんだけど、しかもなんか、作業台置いて、あ、なんか、クラフトもできんの、すごくないこれ、あ、チェストの中もちゃんと確認できて、もしかして寝れんのこれ、あー寝れてる、やばくないこれ、あとなんか起きた時挟まってる。それではこの噂が本当かどうか検証していく。はい、それではね、ちょっと見よう見まねでさっきの家作っていくんだけど、トライ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 トポチッと。さあ、これでペ。うわーすげえ、いった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 、わめちゃくちゃ狭くてちっちゃい家だ、これ。いいねー、なんかこれ。お、なんか視点がだいぶ新しい。だとチェストも、上のブロック、重なってるけどチェスト開ける。で、ちゃんとベッドでも寝れて、はい、作業台も使えると。やばくないこれ、なんか地味にいい家かもしれない。はい、ということで、検証結果。この噂は、本当でした。はい、それでは次に検証していく噂は、これ。さあ、これはなんだ？水の上にブロック置いて、これ3つブロックあるけど、真ん中にエンダーマン置いて、左にピリジャー、右側に村人。あ、これどうなのこれ。え、うわー待って、エンターバーに向かって指輪打っても全然効いてないから、村人に指輪が届かない。え、これ本当できるの？それではこれが実際にできるかどうか検証していく。はい、それではね、まずは適当にブロックを積み上げて地上まで行く。はい、オッケー。さあ、ある程度の高さまで来たら、はいはいはい、それで真ん中壊して、で真ん中にエンダーマン、左にピリジャーで、ここに村人を置くとエンダーマンが守ってくれるっぽいんだけど、それではこれが実際にできるかどうかやってみよう。いくよ、すまない。さあどうだ、あっと指輪構えて、さあ、うわーすげえ、ちゃんと指輪弾いてる。え、これすごくない？エンターバー移動できないからさ、ずっと村人の盾になってる。いや村人さ、ついにゴーレムだけじゃなくてエンターマンまでも従えてるよ。あ、てかさ、これ気になったのがピリジャーの数増やしたらどうなんだろう。ちょっとね、壁を囲んで、はい、置いて、一旦ねコマンドブロック出して、一旦倒す。ストライクストライクストライク。さあコマンドブロック使って、はい、ピリジャーセット。あ、違う、ストライク。あー、ミスった。これで大量召喚して、どうこれ、はい、あー、いいね、真ん中に結構集まった。さあこの状態で、待って、これ1体しかいない。いっぱいいるわ。誰、エンダーマン置いて、はい、これで村人召喚するとどうなるかな。いくよ、スライク。待って、あ、いっぱい出てきちゃった。あ、はい、これどう、あ、ちょっと下の村人狙っちゃってる。置いて、これどう、はいはいはい、あ、防いでる。いや下の村人狙ってんじゃん。はい、置いて、いや普通に貫通してんだけど。え、待って、複数体いるとダメなの。エンダーマンの数ちょっと増やして、はい、どう、防いでる。えっと、ああ、はい、ということで検証結果、この噂は本当でした。それでは次に検証していく噂はこれ。さあ次はなんだ、おっと、トライデントをめっちゃ刺してて、弓矢もめっちゃやっている。これ下にはウミガメの卵、これ、え、全然壊れてないじゃん。え、待って、一個も壊れないのこれ、さすがに嘘じゃない。
ちょっと嘘くさいけど、検証してみよう。はい、それではね、まず分かりやすいように、床を、はい、羊毛の色ごとに分けていくと。それではね、カーペットの上に、はい、ウミガメのね、卵を置いて、ワン、ツー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 、ストライク、ストライク、ストライク。はい、それではね、この上に、まず、バリアブロックを置いて、ストライク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 、マグマ。で、殻とこさ、さっき、3個しか置いてなかったけど、ちょっと、10個ぐらい殻とこ置いてみよう、これ。さすがに壊れるんじゃないこれ。で、一番端っこはトライデント、刺しまくると。いや、これだけ食ってきたらさ、なんか壊れそうだけどね。はい、次は弓矢で、はい、オッケー、準備完了。それでは、ね、左側から壊していくよ。じゃあ行くよ。つまない。うわー、すげえ、ウミガメの卵普通刺さってるけど全然壊れてない。え、マジか、これいけるのか。はい、じゃあ次はね、弓矢行くよ。つまない。あー、すごい、ウミガメの卵完全に今刺さったけどね、全然無傷。はい、じゃあ次はね、マグマ。いや、これはね、さすがにダメだと思うんだよな。多分ね、この上で、ね、バリアブロックとか張っててガードしたんじゃないかなって思ってる。はい、じゃあ行くよ。ドライ、どう？あ、待って。あ、待って、今さ、ウミガメの卵の部分だけ当たってなくない？ほらほらほら、ウミガメの卵動けてる、動けてる。ってことはこれさ、はい、マグマ消すじゃん。そうすると、どう？出てくる。うわー、出てきたー。ちょっと待って、ウミガメの卵さ、強すぎ、これ。いや、でも、さすがに見てこれ。殻とこね、これ10個以上積み上がった、これは、さすがに壊れるでしょ。はい、じゃあラストね、行くよ。すまない。え？全部無効化されちゃったんだけど。え、待って待って、逆にさ、これウミガメの卵って何だったら壊せんのこれ。これ踏んだりしたらさ、うん、あ、待って、え、踏んだら壊れたんだけど。え、殻とかとかでも壊れなかったのに、はい、踏むじゃんこれ。踏んで踏んで踏んで、あ、踏んで一定時間経つと壊れるっていうね。いや、他耐えられんのに踏んだら壊れるっていうシンプルな仕様だった。はい、ということで検証結果、この噂は本当でした。それでは最後に検証していく噂はこれ。さあ、防具盾が1個ついて、あ、ネザーライトのブーツつけた。なんでだろうこれ。え、待って、ん、待って、なんかダイヤモンドがさ、ゴールドが合体した武器できてんだけど。それじゃあこの噂が本当にできるかどうか検証していく。まあこれで多分だけど、はい、これ防具盾置いて装備つけるじゃん。で、上にちょっとブロック重ねえの。はい、で、もう1個防具盾、フリー。はい、例えばね、下はねゴールドだけど上はダイヤモンド。はい、これで上を破壊すると多分重なると思うんだよね。はい、じゃあいくよ。ストライク。わー、来た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 、こういうこと、こういうこと。ただね、ちょっと重なり具合が微妙だから、これちゃんとディスペンサーで出した方がいいかもね。ってことで、ちょっと今からゴールドとダイヤの合体装備作っていこう。じゃあまずディスペンサー置いて、はい、防具立て入れの、これで射出すると綺麗に前に出るから、ここで、はい、ダイヤモンドブーツで上行って、はいはい、スプライディスペンサー、防具立て、射出、さ、金のヘルメットつけて、ディスペンサー、射出、ダイヤモンドヘルメット、その次は、はい、金のチェストプレート、ダイヤのチェストプレート、金のレギンスで、ダイヤモンドのレギンス、よーし、これで完成、これでいけるはず。じゃあね、上から順に破壊していこう。じゃあいくよ。つまない。どう？あ、待って。あ、綺麗に重なりすぎて、ちょっと待って。模様が出ない。はい、これでちゃんと来て、つまない。どう？あー、若干見えるけど、ちょっと重なりが綺麗すぎて、半々にならない。さあ、これで下、金のレギンス来て、はい。あ、ほぼダイヤモンドなんだけど。はい、これつけて、はい、はい、はいと。あー、なんかね、思ってたのとね、ちょっと違うけど、まあ、若干ね、ダイヤモンドと金が融合した装備ができた。ということで、検証結果、この噂は本当でした。ということで、今回の動画は以上だ。この動画が面白いと思ってくれた人は、チャンネル登録と高評価、よろしく。